丸山雅夫は、日本のアニメーションプロデューサー。元、株式会社マッドハウス取締役社長。現、マッパ代表取締役会長。スタジオ M2 代表取締役社長。2002年に第7回アニメーション神戸特別賞。2003年に第23回。藤本賞奨励賞をそれぞれ受賞した。1941年、宮城県塩釜市に生まれる。 法政大学文学部を卒業後、やりたいことが見つからずに1年ほどフリーターのようなことをしていたが、知人の紹介で1965年に虫プロダクションに入社する。当時はテレビアニメーションの創世期であり、そのパイオニアである手塚治虫率いる虫プロでは、人ではいくらあっても足りないくらいで、寝床と食事さえあれば、給料に文句を言わずに24時間働けるものを、 募集していた。手塚治虫については、カルチャーショックを受けた人、それまで出会ったことのない、常識の範疇では考えられない人物と解雇し、その魅力に取り憑かれたせいで、アニメーションの世界から抜けられなくなったと語っている。1972年、経営危機を迎えた虫プロからです。さきみつる、りんだろう、川尻義明と共に独立して、有限会社マットハウスを設立。 1980年には代表取締役社長に就任する。以降、数多くの OVA やテレビシリーズ、劇場作品の企画、プロデュースを手掛ける。制作プロデューサーを務めた1993年の映画、重表へ押し風潮は、北米で忍者スクロールというタイトルでビデオ発売され、50万本近い売り上げを記録するヒットとなった。マットハウスでは、 今瓶監督の前作品、細田守監督の時をかける少女、サマーウォーズ、片淵主治家監督のマイマイ進行と千年の魔法といったヒットメーカーたちの代表作、出世作を企画、プロデュースした。パプリカ公開後から今瓶の次の劇場作品となる夢見る機会の準備を進めていたが、2010年8月に今が急成したために制作は中断したままと、 なっている。2011年6月、マットハウスを退職すると、70歳にして、阿佐ヶ谷に、新たなアニメ制作会社、マッパを設立する。渡辺新一郎監督の、坂道のアポロンの企画を手始めに、残響のテロル、神劇のバハムートジェネシスなどの作品を手掛ける。また、設立当初からマッパには2016年公開の、片淵主自家監督作、 この世界の片隅に、の、制作ルームが置かれていた。最初に、丸山が、片淵と共にこの作品を劇場アニメ化しようと、動き出したのは、マッパ設立前の2010年、マイマイ進行と1000年の魔法公開後の、マッドハウス時代のことだった。企画自体はすんなりと決まったが、資金が全く集まらず、制作までに3、4年かかってしまった。2016年4月、 マッパ設立メンバーの大塚学部に社長を譲って、自身は会長に就任すると、新たに企画、プリプロダクションを専門とするスタジオ M2 を立ち上げて、社長に就任する。設立の目的は、75歳を迎えた丸山が、最低でも、あと2本は自分ならではの大物企画を実現させたいと考え、もし彼が途中で倒れたとしても若いプロデューサーたちが、フォローして、 企画だけは続行できるように、ストーリーラインなどの土台を固めて、準備を万端にしておくことにあった。当初はプリプロのみを行う予定だったが、業界の常で他にもやらなければならないことができてしまい、2017年の鬼兵ではアニメーション制作も行っている。日本のアニメ業界の黎明期からプロデューサーとして活躍している一人であり、マッドハウスやマッパなど、 有名アニメ制作会社の設立者としても知られる。50年以上にわたって、日本アニメの第一線に携わり続け、多くのクリエイターの才能を見出し、作品を企画、プロデュースすることで業界を支えてきた。丸山のプロデューサーとしての能力は、アニメ業界随一と言われ、特に人材の才能を見抜き、起用する力はずば抜けている。彼がピックアップして、 世の中に送り出した才能としては、コンサートし細田守、片口砂浦がおり、それ以外にも、湯浅正明、磯光夫などに、かなり早い時期に、監督のチャンスを与えている。また2006年には、スタジオジブリの、ハウルの動く城の監督を考案することになった、細田守に、時をかける少女でフリーになってから、最初の劇場作品の監督のチャンスを与えている。 マッパの主力監督となった、堺総久、牧製圧、マッドハウス時代の直弟子である、山本さよも丸山に才能を見出された人間であり、この丸山の明白楽としての能力がそのまま、アニメ制作会社としてのマッドハウスやマッパのパワーの厳選や、躍進の原動力となっている。最初に井戸を掘った人は、偉いという考えを持ち、 どんなジャンルでも最初にやった人が尊敬すべき人だと思っている。丸山にとっての面白いは幅が広く、作品ごとに別の意味での面白さを感じている。それぞれの作品ごとに質が違うので、真面目なものでもふざけたものでもそれぞれが面白ければいいというのが丸山の基本ラインであり、他の会社がどんな作品を作っているかはあまり気にならない。 自分のプロデュース作品については、これはダメかもしれない、企画にならないかもしれないというよその会社で、断られたような企画が自分のところに来ると、なんとか形にしたいとその気になったり、断られた理由がわかると、ならば、なんとかして見せようとやる気になってしまったりする傾向があると分析している。プロデューサーという立場ではあるが、本人のメディア露出は少ない。本来、 取材を受けるべきは、監督や絵を描く人など実際に、現場で頑張っている人たちであって、基本的に縁の下にいる自分たちプロデューサーなどが、自分で作品を作ったような顔をすべきではないと思っているからである。アニメーションとは、チームプレイであり、自分の世界観だけを主張する人間は一人で、作業をすれば良いと思っている。ただし、新人だろうがベテランだろうが相手を言いまかして、自分は、 こうしたいんだというのを周りに納得させることができれば、自分はその人になるべく頑張ってもらい、余計なものが挟み込まれそうになったら必ずそれを排除するとも語っている。アニメの制作では、団体の総意として、どういう方向へ行くか、その幅振りや方向付けをするのが、監督やプロデューサーであるが、誰かの個人的な意志が強く働くか働かないか、どの選択肢が良いかは、 ケースバイケースで作品によってもタイミングによっても変わるし、同じ監督であってもチームが違えばまた変わってしまうこともあり得ると考えている。丸山が常々言っていることの一つに魅力ある欠陥商品を作りましょうというものがある。予算、時間、人、そしてそれぞれの組み合わせやさらなる条件の追加により欠陥商品が生まれるのはやむを得ないし、 完璧な作品などというものはできるはずがないが、お金をもらって仕事をしている以上、完璧に近づけるための努力はする。ただし、作品に必要なのはどこかに欠陥があっても魅力があると思えるものかどうかということであり、だからこそ欠陥商品であることを恐れるのではなく、魅力があるかないかについてこだわるべきだと語っている。丸山正夫の名前が設定としてクレジットされている場合、 初期の一部の作品を除いて、制作進行や設定進行が行う一般的な設定とは全く意味が異なるものである。丸山の行う設定とは、大きく言えば作品の基本構成や人員配置を行うこと。丸山自身が監督、作画監督、美術監督の3名の組み合わせを選び、作品の構成、テーマ、映像表現など、 作品の根幹を成すイメージを提示し、クリエイティブな面でもプロデュースすることにより、より良い作品を創作することを意味する。はじめは、監督よりも前に、作品全体の霊量式、それを監督に渡す仕事だったのが、その後、人材派遣までもやるようになった。趣味は料理。普段の住居の他にマンションを一部屋持ち、そこで自分が市場で仕入れた食材を料理して人を、 もてなすほか、制作現場でも手料理を振る舞うことで知られている。アニメ業界の内幕を描いた、テレビアニメ、白箱に登場する架空のアニメスタジオ、武蔵野アニメーションの丸川正人社長は、丸山がモデルになっている。ありがとうございます。